東日本大震災から10年を前に復興の支援を続けてきた石川県 PTA 連合会に宮城県名取市からカーネーションが贈られました。石川県 PTA 連合会は2011年の東日本大震災以降、夏休みに被災した児童80人を石川県に招待したり、宮城県名取市におよそ5000冊の絵本を届けたりして被災地との交流を深めてきました。オンラインで開かれた贈呈式では、これまでの復興支援に対する感謝の気持ちを込めて宮城県名取市からカーネーションが贈られました。こういった震災が起きてしまいましたけども、それによってつながった交流をぜひこれからもこういう形でですね、何かの形でつなげていけたら大変ありがたく思います。カーネーションの産地名取市では、津波によって農業用ハウスなどが甚大な被害を受けましたが、県外からのボランティアの支えもあり、現在は震災前と同じ生産量にまで戻ったといいます。これで終わりではなくて、現地名取市は復興宣言されましたけど、僕たちやっぱり向こうへ行くとまだまだ、見た目は復興されてますけど、心のケアが必要なところっていうのは今後も、何らかの形で交流を続けていきたいなというふうに思います。